佐賀ラーメンは佐賀県佐賀市を中心に作られるラーメン。久留米ラーメンの発祥の店の一つと言われるラーメン専門店39の店主4カ所に出港は久留米市以外にも福岡県八女市や熊本県玉名市で出店していたが4カ所はこれらの店を譲渡すると1956年に縁もゆかりもない佐賀市にラーメン店39を構えた。 クルメ市や玉名市に続いて、佐賀市の39もまた人気店となった。4カ所は39の従業員にラーメン作りを伝授しており、1955年に一級券を起こしていた大串進はその従業員と試行錯誤し、クルメラーメンから佐賀ラーメンを作り上げていった。一級券も人気店となる。1975年、製薬会社を辞めた。 元村俊光は、一級県で修行を始め、1980年に、独立する。本村は、野号の使用許可を頼み込み、一級県鍋島店を起こした。一級県鍋島店も、また佐賀ラーメンの本流の一つとなる。なお、一級県は2011年に閉店。一級県鍋島店は2011年に野号を、元村に変更している。 閉店した一級県本店の親族が佐賀市内に新たに一級県を起こし、その系列の一級県を福本町店などは営業している。39は2013年に火災に遭い2014年時点で休業中である。麺はやや太めのストレート麺で柔らかめである。スープはクルメラーメン同様の豚骨スープだが塩分、油分とも控えめに仕上げられている。 ゆで卵ではなく、生卵をトッピングすることも多い。ありがとうございます。